渡りしました。あの担当の馬淵と申します。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はあれですね、お店の前よく通るということで、散歩の時によく見ます。ありがとうございます。お願いいたします。はい、では今日はメニューのカットとカラーということなんですが、はい、カットとカラー、はい、白髪がすごくって、あ、そうですね、お顔見えるところですので、やっぱりいいですね。ちょっと話してから経てますか？もう、でも1ヶ月くらい、1ヶ月なんで、も2週間するとね、もう気になって、まあ、白いままなんだけど、なるほど、ね、そこでしっかり染めましょう。お願いします。全体見たところ、ちょっとやっぱ耳の後ろなんかこの辺重たそうですね。そうね、全体的にいろいろやればいいんだろうけどね、はい、やんないから。あ、なるほど、そうね、そうね。ドライヤーは使いますか？バーッと乾かすぐらいは、じゃあ朝とかはあんまりドライヤーでセットしたりとかはない。ちょっとね、やればいいんでしょうけどね。でもね、実際ってありますよね。あとは気になるお悩みとかって何かあります？進めた方がいいとか。あ、でも、なんか家事やるときは結んどかな、はい、パッと、なるほど。そでしたら、こういいあのなんたらさんに合ったヘアスタイル今ちょっと思いついたんですが、あの今、あんまかかってない状態なんですが、パーマをかけてあげて、朝起きて濡らしてムースつけて終わりみたいな。朝に5分くらい、やらないろいろ、はい、ブラシとかやらないんだけど、いらないです。夜は普通にいつも通り、あのさっき言ったようにバーッと乾かしてもらって、朝起きて布濡らして干してて、その中に家事してご飯作ってもらえれば、5分もかからないくらいだったら、セット楽ですし、あとパーマかけることでちょっと持ち上がるので、根元の方とかも知らん、気になりにくくなります。1週間のところ、1週間も伸びるんじゃないかと。あ、いいね。やっぱ豚こペタンとしちゃうと見えちゃうので、カラーの周期をちょっとね、そんなに真似しない方がまた髪の毛にも優しいですし、ちょっと、やってみたい。絶対似合うと思うので、で、まあ、パーマとカラーちょっと一緒にやっちゃうと髪の毛に負担かかっちゃうので、また今日はでも2時間くらいでカットとパーマさせていただいて、また来週に1時間半くらいいただければカラーリングで完璧に仕上げられるので。わかった。じゃあ今日はいただきますので、お願いします。はい、お願いします。